どうされました？あ、こんにちは。少しできます。どうしましたか？おっせえな、何ちんたらしてんだよ。あー、すいません、もう少々お待ちください。手話してるってことはその人耳聞こえねえんだろ。そうですよ。でも声は出せるだろ。お客様、声は出せても周りの反応などを気にして出せない方もいるんです。そりゃ悲しいな。悲しいことばかりでよく生きてられるな。は？わかりました。耳が聞こえなくて悲しいこともいっぱいある。でも嬉しかったこともいっぱいある。おう。悲しいことも嬉しいこともたくさんある。あなたもそうでしょ？そうだな。ならどっちも同じでしょ？すいませんでした。なんて？あ！おじさん何撮ってるの？うん、何？おじさんが何か撮ってたの？あのガキ、いいところで邪魔しやがって。ちょっと待てよ。クソ、気づきやがったか。逃がさねえぞ。うん、スマホ見せて。なんでだよ、俺は何も撮ってねえぞ。なんか撮ったなんて私言ってなくね？うん、じゃあなんか撮ったんだ。いい写真撮れた？見せてよ。だから何も撮ってないって言ってんだろ。じゃあ写真フォルダ見せろよ。だから俺は何も撮って。ああ、キモ、私の足撮ってんじゃん。なんか勝手にカメラがついたのかもな。じゃあ防犯カメラを見てみましょうか。いや、そんなことしなくても。おじさん、さっきはお姉ちゃんの足を撮ってたんだね。ああ、目撃者もいるみたいだし、サツにパクってもらおっか。それだけは許してくれ。許さねえよ。1時間目科学か。マジダルメシやん。ねえ、後ろのおっさん撮ってるよね。うん。芝居とく？待って、いい考えがある。え？おっさん、今撮ってたよね。あ、そんなわけないだろ。撮ってもいいよ。え？その代わり、私たちモデルやってるからお金取るね。いくらで？1分100万円だね。そんな金払えるわけねえだろ。はめてんのか。ってことは盗撮したの認めたのね。うん、盗撮は犯罪だ。刑務所にぶち込んでやる。ちょろ。ん？ちょっと駅員さん。はい。ホームのベンチに落書きしてる不良がいるわよ。本当ですか？あんな奴を世に放っておくとろくなことがないわ。すぐ向かいます。ちょっとお客様。あ？今何してたんですか？何って、ベンチに落書きしてたんでしょ。あ？みんなが使う駅を汚す最低な男よ。警察を呼んでちょうだい。いや、ちょっと待ってくれよ。本当でしたら警察沙汰になりますよ。なんでそうなるんだよ。おいぐらてめえ。先輩？痛みだけで判断しちゃいかんぞ。どういうことですか？話を聞いてやれ。え？ベンチの落書き消してたんだよ。春から新入生も来るし、綺麗な街だって思ってもらいたいだろ。疑ってごめんなさい。悪かったわね。この見た目じゃ無理もないよな。そうよ。ばあちゃんも人のこと言えねえぜ。シュー！じゃ、反対ホームもやってくるわ。僕もやります。お腹痛すぎて無理。え、次は町田、町田でございます。一旦町田で降りよう。町田、町田到着です。痛い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 。え、こちら新横浜、新横浜でございます。ちょっとこっち来てください。もしかして時間かかりすぎたからエラーになっちゃうの？早く来てください。やばい、不正乗車って言われたらどうしよう。ここまで来るのに時間かかりすぎじゃないですか。いや、そのもしかして不正乗車ですか？違います。でもこんな時間かかるはずないんですよ。不正乗車なら参拝運賃いただきますよ。だから違うんです。お姉ちゃん、途中で何かあったの？実は車内で体調悪くなって町田で休ませてもらってたんです。それは大変だったね。何も知らんのにうちのもんがごめんね。大丈夫ですよ。それよりお金を。いらんよ。え？それより体お大事にね。ありがとうございます。ねえねえ、この後ボーリング行こう。1ゲームだけね。うん。ん？何あいつ、謝れよな。作戦成功。お姉ちゃん、何？カバンの中見せてくれる？は？なんで？何か入れられてるかもしれません。は？なんか入ってた。何これ？それは盗聴器です。あのジジイ、これでいろんなことを盗み聞きしてやる。あのクソジジイ、絶対殺す。ん？何言ってんだ？見つけたぞ、クソジジイ。こっち向けよ。はっ！気持ち悪いことすんじゃねえよ。サツ呼んでっから。違うんだ。諦めるんだな。あいつら調子乗ってんな。一回ボコった方がいいんじゃね？かもな。飲みまーす。大丈夫か？頭から血が出てるぞ。うーん、どうし
したんですか？そこに全てこけたんすよ。すぐに救急車を。わかりました。あんたたちが転ばせたんじゃないの？は？さっきもボクってやるとか言ってたわよね。それは違え話だよ。どういうことですか？自分たちでやっといて知らまくれるのね。俺たちは何もやってねえよ。力の弱い子供をこんな目に遭わせて物事の善悪もつかなくなったらおしまいよ、この社会不適合者め。だから違うんだって。詳しいことは事務室で聞きますね。なんでだよ。おいくらてめえ。今防犯カメラ見てきました。やっぱり彼らが思った通りね。いえ、犯人はあなたです。あなたはホームに飲みかけのお茶を捨てましたよね。それに足を滑らせてこの子はこけてしまったんです。お前かよ。ふざけやがって。橋爪さん、事務室へ。帰ったら漫画でも読もうっと。おいのぶた。あ、ジャイオ。お前の切符オレ様によこせ。嫌だよ、そしたら僕が改札から出られないじゃないか。のぶたはどうなっていいんだ、早くよこせ。ああ、そんなひどいよ。はっは、早く書いてリサイタルでもしようかな。お客様。はい。切符を回収しますね。いや、その持ってないんですか？さっきジャイオが。何、意味わかんないこと言ってるんですか？まさか正常者ですか？ああ、そんなはずないですよ。怪しいな、お前。事務室に来い。そんな、助けてよ。ほら、ガキ。マジのこと話せよ。ん？俺がのぶたの切符取りました。まったく。事務室に来なさい。行ってらー。しずかちゃん。すげーよ。タクポよ、何お願いすんの？宇宙平和。規模でか。初詣頼ぽよ。ちょっとあんたたち。何？ホームで初詣ができるみたいよ。え？本当かよ。あそこにお賽銭があるでしょ。きっと願いが叶うわよ。せっかくだしやってこ。そうだな。バカなカップルでよかったわ。これで今日は稼ぐわよ。じゃあお寿司食べ行こう。おう。これから初詣ですか？さっきホームでしてきたよ。ホームで？おばさんが教えてくれたんすよ。最近できたんじゃないの？そんなのホームにないはずですよ。皆さん、騙されてます。え？え？稼いだ稼いだ、あとは逃げるだけね。おい、ほらてめえ。あ、よくも騙してくれたな。許さねえぞ。チョッチョーン。ん？チョーン。ちょっと、女性専用車両に男がいるわよ。どこですか？あれよ。え？あの運転手、どう見ても男よね。ああ、はい。どうせ鏡越しにこっちを見てるんじゃないの？いやらしいわね。いや、それは仕事上仕方ないことですので。仕方ないって何よ。じゃあ女風呂の掃除に男が入ってきてもいいっていうの？それは。とにかく運転手も女にしなさい。そう言われますとこちらも仕事にならないですよ。それは女性社員の採用が少ない過去に問題があるんじゃないの？時代遅れもいいとこよ。あの、え、お、私女ですけど。ちょ、めっちゃ睨まれてる。ママ怖いよ。ソウスケ見ちゃダメ。どうされたんですか？あのおじさんが睨んでくるの。さっきからずっとなんです。すごく怖いんです。わかりました、こちらで対応します。不審者はどちらに？あの人です。金さん、助けて。お願いします、助けてください。任せてください。おい、お前、周りを睨みつけて何を企んでいる？何のことよ。とぼけるな。さっきから子供や女の子を睨みつけていただろう。え、そんなことしてないのよ。じゃあなんで睨んでたんだ。文字が見づらいのよ。老眼でな。老眼？ったく、まだ来ねえのか。おじさん、何見てるの？え、僕にも見せてよ。いいぜ、見せてやるよ。ん？わあ、線路が奥まで見える。ったく、電車遅えな。ああ、少年、ひろ。大丈夫？うん。あいつどこ行った？やべえ、大事になっちまった。逃がすかよ。俺は悪くないんだ。ここまでだ。うん。ホーム柵を越えて覗き込むなんて危険すぎるぞ。少年が落ちてたらどうするつもりだよ。助かったんだったらいいじゃねえか。じゃあ私がいなかったら少年はどうなんの？私より何十年も長く生きてんでしょ。もっと先のこと考えろよ。おじさん、ごめんね。いやいや、俺が悪かった。反省しな。はい。クソが！何事ですか？やってくれたの。え？踏切の近くを歩いてたら電車から誰かのクソが飛んできたのよ。クソが。いや、そんなことないと思いますが。あるのよ。確か電車のトイレは垂れ流しだろ。え、それマジ？いや、それは20年ほど前の話ですよ。でも20年前は垂れ流しだったの？そうなんですよ。え？無理ぽよ。開放式トイレといって下を見ると線路が見えたんですよね。やば。当時は沿線の住民から臭すぎるとクレームの嵐で大害とも言われていました。マジ無理ぽよ。今の時代でよかった。クソの話
話はいいのよクソが。ああすいません。じゃあ俺に飛んできたのは一体何なのよ。あ、それうちの猫のクソ。クソがクソが液腸を出すのよ。私がここの責任者ですので。お前じゃ話になら液腸を出せって言っとるのよ。ではお呼びしますね。早くしろクソが。連れてきました。おい、どういうことなのよ。ここ余部鉄橋空の駅の駅長は亀なんです。亀？それでは駅長お願いします。めんどくさいな。なんだよ。切符をなくしたらまた金を払わされたのよ。知らねえよ。こっちの方が勝手に駅長にさせられてムカついてるわ。あー、そうか。もともとペットだったけどでかくなったからってここに預けられて駅長にさせられたんだよ。このぐらいでかくなるって想定して買ったんじゃないのかよ、クソが。そうだよな。あんたは自由の身だ。もっと笑っていきな。はい。駅長向いてんな。視察オレンジ鉄道のご利用ありがとうございます。レストラン列車は最高だね。そうだね。早く食べたーい。あ、ちょっとトイレ行ってくるね。うん。ちょっと僕ちゃん、こっちの弁当の方が美味しいわよ。え、本当に？この電車に1個しかない弁当よ。いいな。優しいおばさんが交換してあげるわ。え、ありがとう。バカなガキね。昨日買った半額だったのり弁よ。ん？これで3万5000円のスペシャルランチをゲットよ。おいくらてめえ。え？お客様は座席だけのご利用でしたよね。ちょっとトイレに行ってたのよ。じゃあなんでスペシャルランチをお持ちなんですか？食事付きのプランの方にしかお渡ししてないんですが。それは。うちの子のご飯返してください。うん。子供を騙していい思いをしようなんて、絶対に許しませんよ。チュー！え、ケンさん。え？僕は半額のり弁でもいいよ。ソウスケ。だって電車で食べたら全部美味しいもん。本人がそう言ってくれてるので許しますよ。チュー、チュー。早くしないと限定のクロワッサンが売り切れるわ。着いた。私が降りるわ。どきなさい。あー！非常！なんか騒がしいけど知ったこっちゃないわ。すぐ助けるから退避所から動かないでね。うん。クロワッサン、クロワッサン。ちょっと待てよ。え？あんたのせいで大変なことになってんぞ。何のことよ。電車から降りるとき前の子供突き飛ばしてったろ。ちんたらしてるからよ。その子は電車とホームの間に落ちたんだぞ。え？その目で見てこい。無事だったのかい？足が痛いよ。悪かったわね。足爪さん、事務室で警察がお待ちです。チュてめえ、たくあん高校のヤンキーか。だからなんだよ。最近たくあん高校の奴らが調子乗ってるみてえだからよ。全員ぶこしに来たんだ。やれるもんならやってみろ。うりゃあ！でもめんどいから逃げよう。なんでこら！ついてこれるかな。ちょっと何事ですか？お前ら全員不正当者だぞ。うっせんだよ、黙ってろ。ああ、てめえもボコられてえか。すいません。何がすいませんだ。土下座しろ、これ。ああ、チーッス。あ？一般ピーポー巻き込んでんじゃねえよ。誰だてめえ。わかんねえなら覚えとけ。タクポヨだよ。うおー、タコが。お姉ちゃん、ありがとね。どいたま。でもお姉ちゃんも、お金払ってないよね。バレた？ちょっと駅員さん。どうされました？ SL 人吉の切符を売ってちょうだい。何名分ですか？あるだけ全部売ってちょうだい。ではあと5席ありますので、すべてお取りしますね。え？レアな切符を高額で転売して、ではこちら切符ですね。あの、はい、SL 人吉の切符まだありますか？先ほど満席になってしまいまして。そうっすか。ばあちゃんの思い出の列車だったからラストランに乗せてあげたかったんすけどね。そうなんですね。ちょっとあんた、え、どうしても乗りたければ1枚20万円で売ってあげてもいいわよ。そんな額払えるわけねえだろ。じゃあ諦めるのね、貧乏人。もっと金持ちに売ってくるわ。そうか。おいごらてめえ。え、あなたは転売目的だったんですね。それが何よ。本当に乗りたい方が乗れなくて悲しい思いをするなんておかしくないですか？金儲けをするならもっと人のためになることをしてください。ないよ。使わない席は譲ってもらってもいいですか？ちょ、くれてやるわ。あざっす。わあ、ランデンだ。ソウスケ、走っちゃダメ。うわあ、かっこいい。おい、お前やってんな。お前マジキツだな。うー、俺がカメラ向けたのわかんねえのか。これ金案件だぞ。うごめんなさい。ほら、ソウスケも謝って。ごめんなさい。土下座しろ。土下座しないとこのガキやっちまうぞ。わかりました。わかりましたから、子供には何もしないでください。おいごらてめえ。え？お前は自分しか見えてねえんだな。何がですか？ここにいるのはお前だけじゃない。たくさんの方が利用する場所だ。もっと周りを見て。常識の中で趣味を楽しんでください。わかりました。君、名前は？ケンチです。覚えたからな。はい、明日カラオケ行こう。とりあえずで行き過ぎでしょ。頼ぽよ。
ねえねえ、ずっと撮られてね。うん、そろそろ殺そう。だね。いい写真撮れましたね。おう、はい。おふふふ。撮り鉄に混じっていい写真が撮れた。お前ら何やってんだ。何ってなんだよ。俺は電車撮ってんだよ。俺はケンチだ。文句あんのかよ。ん、私たち撮ってたんじゃないの？あなたたちみたいな妖怪興味ないよ。海でも行ってろ。え、潰すよ。格好よ、落ち着いて。今のうちに逃げるぞ。おいごらてめえ。え、撮り鉄に紛れて盗撮とは考えましたね。え、いや、俺も電車を。じゃあ何撮ってたんですか？2022年3月5日デビューの315系がわからないんですか？お姉ちゃんたち、どうします？殺す。どうされました？福岡駅はどこなのよ？福岡駅はありませんが、東京には東京駅があるし、大阪には大阪駅があるのにか？不思議ですよね。理由を述べよう。あ、実は明治時代に福岡と博多が合体することになったんです。それで市の名前をどっちにするか多数決を取ったら福岡が勝ったんです。なら福岡駅になるはずだろう。でもその代わり駅の名前は博多バイってことで博多駅になったんです。ややこしいことしやがって。いつか福岡駅もできるといいですね。くそが。ご乗車ありがとうございます。ん、なんか怪しい動きしてたな。しめしめ、このままトイレに隠れてたらバレないだろう。切符をお持ちでない方いませんでしょうか？ん？トイレは使用中と。お客様、大丈夫でしょうか？クソしてんだろ、クソが。あ、失礼しました。何かあったのかと思いまして。何もねえよ、さっさとどっか行け。わかりました。よし、出るか。おいごらてめえ。え？あなたの乗った駅から怪しい奴がいると連絡が来ましたよ。そんな。不正乗車として事務室までお願いします。すぐですので無理だって言ってるじゃないですか。どうして1740円もかかるんだ。横山さんの切符は指定席ですので、当日の払い戻し手数料が 30% かかってしまうんです。俺はコロナだったんだぞ。外出したくてもできないのよ。お気持ちはわかるんですが。じゃあいつ来たらよかったんだ。出発日の2日前でしたら手数料は340円でした。2日前は俺何してたんだ。コロナだったんですよね。そうだ、コロナだ。家で寝込んでたのよ。忘れてるじゃないですか。忘れるほど辛かったのよ。だから手数料を340円にしろ。じゃあちょっと待っててください。おう、バラさんどうします？あんなやつ 30% 取っちまえ。ですよね。横山さん、安くなったか？手数料 30% いただきます。すげえ。3月25日土曜日、福岡でタクメと単独ライブを行います。予約はコメント欄からお願いします。どうしたらいいんだ。誰か、車が踏切に閉じ込められてます。え、やばい、電車が来る。助けてくれ。そのまま進んでバーを押し切ってください。そんなことしたら。いいから早く、電車とぶつかりますよ。おー、大丈夫？師匠。横山さんだったんですね。無事でよかったです。おお、助かったよ。バー壊しちまったけど大丈夫か？まあ賠償金はかかるかもですね。ふざけるな、お前が行けって言ったんだろ。じゃあ電車とぶつかってもよかったんですか？ぶつかってたら横山さんも、電車に乗ってた多くの乗客も帰らぬ人になってたかもしれないんですよ。それはそうだな。それと比べたらバーの賠償金なんて大したことないですよ。はい、駅員かっこよ。入場券だけ買って乗ればバレないだろ。ん？すいません、切符をなくしたのよ。どちらから乗られましたか？目白台だ。かしこまりました。では140円です。はい。ちょっと駅員さん。はい。その方嘘ついてますよ。どういうことですか？え？彼は成績桜ヶ丘から僕と一緒に乗っています。お客様、本当ですか？そんな証拠がどこにあるのよ。あなたは成績桜ヶ丘で入場券だけを買って入場しましたね。あなたは登山する格好なのに入場券で入った。おかしいと思って後をつけてみたら不正乗車だった。ただそれだけのことです。お客様、不正乗車として3倍運賃いただきますね。すいませんでした。真実よし。非常！ただいま人身事故が発生しました。現場検証を行うため、ただいまから運転見合わせとなります。おお、人身事故じゃねえか。うわー、こりゃひでえわ。写真撮るのやめてください。おいごらてめえ。お前は自分のことしか考えられねえのか。別にいいだろ、ツイッターにあげたらみんながいいねをしてくれるだろ。いいねが欲しいがためにお前は物事の善悪もつかねえのか。あ、もっと相手や周りの立場になって考えてみてください。もう一度自分に問いただしてみてください。分かったよ。
大阪ライブチケット残りわずか、ご予約はコメント欄から。わあ、スタンプ見て。よかったね。インクをたくさんつけて。おいガキ、ちんたらしてんじゃねえぞクソが。あーすいません、お急ぎだったら先にどうぞ。まったく何もしてないガキは出しゃばるな。おいこらてめえ、順番も守れねえのか。俺はこの後仕事なんだ、時間がないんだ。そんな忙しい時にやるもんじゃねえだろ。みんなルール守ってやってんだよ。守れねえなら参加すんじゃねえよ。帰りも遅いから間に合わねえと思ってよ。終電までやってますので、仕事終わりにゆっくり参加してください。はい。駅員さん、スタンプ50個集めました。お、ではメダルのプレゼントです。やったー、笑顔よし。おう、タクメと単独ライブのお知らせです。詳しくはコメント欄をチェック。あれ、切符がない、どうしよう。ん、やばい、早くしないと受付終わっちゃう。これ使えよ。え、いいんですか。いいから行けよ、大事な試験なんだろ。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。あれ、お兄ちゃん切符は？なくした。じゃあもう一枚買ってもらうよ。そんな金ねえよ。それじゃ困るよ、警察に通報するよ。めんどくせえな。お前不正乗車しようとしたんだろ。おい駅員、何ですか。こいつの分もこれで。え、あ、わかりました。あんちゃん、かっこよかったぞ。お、あざす。新幹線で吸えるのもあと少しね。ママ大丈夫？ちょっとタバコの匂いがね。喫煙ルームから離れたとこにしたらよかったね。僕が煙を吹き飛ばすよ。無理だよ。あの、はい、よかったら席変わりましょうか。え、いいんですか。俺んとこならそんな匂いもしないんで。ありがとうございます。ありがとう。ちょっとあんた、そこ私の席よ。え、あ、すいません。いない隙に人の席を横取りするなんて卑怯者ね。いやそんな。この人タバコの匂いが。ちょっとおばさん、こっちの席取っといたよ。え、喫煙ルーム近い方がいいっしょ。確かにいいわね。そこの席くれてやるわ。よかった。お姉ちゃん、ありがとう。運転手さんかっこいいな。進行、俺。かっこいい。ちょっとあんた、はい、何夢見てんのよ。え、高卒で運転手なんてなれないわよ。できたらいいなって思ってただけです。しかもあんたは女よ。女なんて運転もさせてもらえないわよ。そんなのわかんないじゃないですか。無駄なガキよ。あんたは諦めて私の靴磨きでもしてなさい。時給10円で雇ってあげるわ。そんな、ひどいです。おいおらてめえ。あんたの考えはとっくに賞味期限切れですね。何が言う。来年度から鉄道免許は18歳から取れるようになったんです。え、な、何よ。そしてお姉ちゃん、安心してください。現在鉄道会社では多くの女性運転士が活躍してますよ。そうなんですか。あんな人の言葉気にせず夢を叶えてくださいね。はい。な、何。おばさんの靴磨き見つかるといいですね。チュー。